いはい向かって。えさあそれでは早速この家族は辛いよ、えー。キャストの皆様そして監督にお話を伺っていきますが。 え本作にかけた思いとともに皆様にご挨拶をいただければと思います。は、え、じ、ー、めに本作のメガホンを取られました山田洋次監督お願いいたします。え皆さんこんばんはあの。久しぶりに家族の皆さんにお会いできてねとってもあの幸せな気持ちでおります。えーまあ、実はあの 去おととしの秋に出来上がった作品なんだけども今こうしているとついこの間出来上がっていよいよ封切りが迫ってるというそんな感じでねなんだか非常に今僕はあのう嬉しいです。こういう形であのなんていうかなこの制作発表ができ完成発表ができたってことはねとっても嬉しいです。あのきっと観客はねあの大,大笑いして見てくれると思います。 以上ですありがとうございます、えー、それでは出演者の皆様にご挨拶をいただきます、えー、妻から突然の離婚を突きつけられる平田家の主平田修造役を演じられました橋爪勲さんお願いいたします橋爪です <laughs> 今日久しぶりに監督とお会いできてとても幸せな気持ちです <laughs> えと最初にお断りしますが夏川優衣が、えー、今日はちょっと あのなんだか聞くところによるとアフリカの方へ行ってて来れないというのであのお詫びしたいと思いますけどもそこにえ夏川がいたらまあもう全員あれなんですがえ本当に撮影終わってから1年以上ですよねもう,もう待ち遠しくてあのえと言いながら今日試写会があるんですが。 怖くて客席には座れないなっていう監督は自信満々で、えー、大丈夫ですよってさっきからおっしゃってるんですが <laughs> 早くそういう心境になりたいもんだと思ってます、えー、家族はつらいよっていう題名を初めて聞いた時に台本が出来上がる前でしたがみ,みんな出演者一同「えっ、ー、本当かよ」って。<laughs> 家族は辛いよってびっくりしたのを覚えてます。でも今になってみると本当にすごい題名だというあの今も思っております。えー、ぜひ、えー、ご検念くださればと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてその修造の妻平田富子役の吉行和子さんお願いいたします。えっと本当にさっき監督ごっしゃいましたけど。 ついこの間まであの家族だったような気がしてあの不思議な気持ちでいるんですけれど私はあの東京家族の時は本当にいい奥さんだったんですけど今度はちょっと困ったなっていうような奥さんをやらせていただいてやってる本人は楽しくて楽しくてあのとてもあの。 橋爪さんの顔を見ると、笑っちゃいそうになるの、なっております。ういう笑いこらえるの大変ですね。<laughs> さあ、そして、続きまして、修造の長男ですね。平田幸之助役の西村雅彦さん、お願いいたします。 こんにちは西村雅彦です心温まる挨拶をね 1>,、はいまあ、1年ちょっとぶりええこうやってまたえ山田監督はじめ出演者の皆様とえ今日再会できたこの喜び本当になんと言葉で言い表していいかわからないくらい今このうちは濡れていますそして今日久しぶりに会ったにもかかわらずまだ山田監督と一言も言葉を交わしていない <laughs> まあこのままもしかしたらお疲れ様という言葉を言ってまた会うこともなく時を過ごしていくのかなと思うのは寂しいのでどこかで機会を見て話を何の話をしたらいいのかもちろんまだえーえーまあえ考えてませんけどもまあまあいろんな話題をですね振って。 関係性を深めていきたいと思っております。いい迷惑だろうと思いますけれども <laughs>。どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。どうもございません。温まる。挨拶ありがとうございました。<laughs> さあ、続きまして、修造の長女です。金井茂子役の中島知子さん、お願いいたします。皆様、こんばんは。今日はありがとうございます。<laughs> えっと、こうやって、また、この家族で、しかも喜劇で。 そして山田監督のもとでというこのお仕事は本当に幸せでしたしあのまたこうやってお会いできるのをこんなにワクワクするんだってあの思いましたあのそうです、ね、私喜劇ってほとんどご縁がなかったので皆さんにどんなふうに見ていただけるのかっていうのがこうドキドキするんですがもう監督のもとなので。 安心していたいと思いつつ、ヒヤヒヤも私自身はしております。あのたくさんの笑い声が劇場に広がって、それが全国に広がるといいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。その刺激の刺激子の夫兼井太蔵役を演じられました林野正蔵さんお願いいたします。どうもこんばんは正蔵です。あの先日松竹の試写室に うちの母そしてうちの嫁それからうちには戻ってきた姉が1人いるんですけれども <laughs>、えー、見てきました、えー、大笑いしてそしてちょっぴり心が温かくなって戻ってきたと本当になんかそんな感想を言っていたのが嬉しかったですねそして母が親孝行してくれたねこういういい映画に出られてと言ったのくれたことが何よりも ねえー、印象に残っておりますそれとねあともう一言言ったのは「エビなけもつらいね」っていうことを言っておりましたんでこれはかなりリアルな言葉だなと思っております、えー、でもまたこうやって映画の中の皆さん家族に会えてこんな幸せなことはございませんどうぞ公開を楽しみにしていただければと思っております本日はどうもありがとうございました